ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。さーて、今回も興味深い生物の情報をお届けするぜ。今日の題材はこちらね。甘く見たらし、知られざる日本近海に生息する超危険生物8選。日本近海って、つまり身近な生き物、しかも危険な奴らってことか。今回は身近にいる危険生物の中でも、海に生息する子に着目してみたぜ。霊夢は危険な海の生き物と聞くとどの子を思い浮かべる？危険な海の生き物ねー。まあクラゲとか色々いるけど、やっぱり毒を持っているフグとかが一番ピンとくるかしら。普通に食べられそうなのに毒を持つっていうね。うんうん、そうだな。フグといえば危ない海の生物の代表格だろうな。フグはテトロドトキシンと呼ばれる毒を持ち、肝臓や卵巣などの内臓、種類によっては皮や筋肉にも含まれ、通常の加熱では壊れないという特性も持つぜ。やばい毒を持つっていうのに、いつまで経っても素人が調理して食中毒に遭う事件が絶えないしねー。うむ。せっかくなのでフグについては後ほど詳しく紹介するとしてだ。実は他にも毒を持つ魚は非常に多いんだぜ。また、食べなくとも、それこそ触れることさえ危ないとされるヤバい魚も、毒以外の危険性を持った生物も、日本近海には多く生息しているんだぜ。へぇ、触れるのも危ないねー。毒以外の危険ってのはあれか、凶暴とかそういうのかしら。ということで、今回は注意喚起的な題材だ。では、早速始めていくぜ。まずはこちらだ。最初はこの子、クサフグを紹介するぜ。お、早速フグの紹介ね。というか、クサフグ？いわゆるフグとは違うの？そのいわゆるフグであり、代表的なフグとも言える子だぜ。この子はフグかトラフグ属のフグの仲間であり、日本沿岸で最もよく見られるフグとして知られているんだ。フグの中でも小型であり、大体10から25センチメートルほどと手のひらサイズの子が多い。丸々と膨れる姿は可愛らしく、ついつい手に乗せてプニプニと突きたくなるほどキュートだぜ。まあ、の抜けた顔はしてるわよね。このように可愛らしい子なんだが、やはりフグはフグ。この子も体内にテトロドトキシンという毒を持っており危険な子なんだぜ。フグ毒のテトロドトキシンってよく聞くけど、実際どれくらい強い毒なの？テトロドトキシンは複雑な毒であり、非常に熱に強く、300度以上に加熱しても、分解されないので注意が必要だ。かすかにでも摂取すれば、吐き気を催し、全身の麻痺症状や血圧の急激な低下を引き起こし、最悪の場合は死ぬこともある。人の経口摂取による致死量は1から2ミリグラムであり、経口摂取では青酸カリの850倍程度の毒性を持つんだ。致死量1ミリグラムとか半端ないわね。この子の場合、毒は肝臓や卵巣などの内臓だけでなく、皮にも多分に含まれている。むしろ毒が含まれていない部位は筋肉のみとされ、素人には判別することすらできないと言われているぜ。どこが筋肉なのか内臓なのかなんて、素人にはわかるはずないわよね。わかったとしても免許がないと調理することは禁止されているので、絶対にこの子を勝手に調理しようなんて考えちゃダメだぜ。しないでしょ。と言いたいところだけど、今でも食中毒事件は起きてるし、想像以上に素人が手を出すこともあるんでしょうねー。でも一応、適切に処理すれば食べることもできるのよね。ああ、もちろんだぜ。ただ、この子は小柄で可食部も少ないためか市場に出回ることはほとんどなく、食用のフグではないとされているんだ。あ、そうなの。食用に向かないフグとかもいるのね。市場に出回ることはないが、最も一般的なフグであることは間違いないぜ。海釣りの経験がある人であれば、一度は釣ったことがあるかもしれない。それくらいにどこにでも生息していて、他の魚とは比べ物にならないくらい餌への食いつきがいいんだ。海に釣りを落とした瞬間に釣れたりするんだぜ。そりゃ食いつき良すぎでしょ。にしても、釣れたところで食べることはできないし、釣り人には忌避されていそうねー。残念ながらな。この子は釣り人からは下道と言われていて、忌み嫌われているんだ。悲しいかな、釣れてしまったこの子を陸に放置する輩がいて、堤防がこの子の死骸だらけになっていた、なんてひどい話もあるくらいだ。目当ての魚じゃないからってひどい話ね。もし、釣りをしていてこの子が釣れてしまったとしても、決して放置することなく海に返してあげてほしいぜ。まあ、この子を海に返して釣りを再開すると、同じ子がまた引っかかったりして、困ることになったりするんだけどな。どんだけ貪欲なのよこのフグは。では次に行くぜ。お次はこの子、ハオコゼを紹介するぜ。うっわ、なにこれ、なんか仰々しい背びれがついてるじゃないの。どう見てもその背びれ危ないでしょ。こりゃ間違いなく危険な魚ね。この子はカサゴ目ハオコゼ科に属する海水魚であり、本州以南の日本近海に生息しているとされる。成長しきっても10から12センチメートルと非常に小柄な子だ。特徴は霊夢も指摘していたトゲトゲ部分だ。この鋭いトゲがまるで歯のように見えたことから、この子はハオコゼと呼ばれるようになったんだぜ。ハオコゼって、ハノオコゼってことだったのか。
思ったよりは小さいけど、その分トゲのヤバさが際立つ気がするわ。こいつが危険ってのは当然このトゲが原因なんでしょ？うむ、その通り。トゲは硬く鋭いため、うっかり触れてしまえば皮膚に傷がつくというぜ。ひえ？見てくれの通り危険ね。危険さはそれだけじゃないぜ。実はこのトゲには毒があり、二重の意味で危険な子なんだ。ええ、毒もあるのか？アレルギーなどがない限り死ぬことはないだろうが、そこそこに毒性は強く、丸一日は激痛が続き、腫れが引かないと言われているな。うええ、普通にヤバいじゃないのよ。この毒やトゲは身を守るために進化して獲得したもの。それがわかっているのか、この子は釣り上げられると大いに暴れてトゲによって威嚇すると言われている。釣り上げてから迂闊にも無防備に針を外そうとして、この子が暴れてトゲが刺さるなんてよくある話だ。背びれはなかなかに丈夫で、指に刺さって貫通したなんて話もあったりなかったり。ひえ？こっぱ。さらにヤバい話は続いてな。実はこの子、どう見てもヤバい背びれだけではなく、胸びれなどの体中のトゲすべてに毒を持つんだ。マジか、全身狂気やんけ。なので、この子が釣れてしまった場合は決して油断しちゃダメだぜ。仮に釣れてしまったこの子に刺さった針を外すのであれば、ベンチなどでしっかりと背びれを掴んで絶対に動かないようにしてからが得策だ。なるほどねー、この凶悪なトゲの方を抑えるってことか。この後に紹介する子たちの中にも毒のトゲを持つ魚は多くいるんだが、大体同じような方法で固定することが望ましいとされるな。それでも誤ってこの子のトゲが刺さってしまった場合、すぐに応急処置を施すことが大切だぜ。この子の毒は熱に弱いのでお湯で患部を温めてくれ。多少は毒が分解されるはずだぜ。もちろん病院に行くことは忘れないようにな。では次に行くぜ。お次はこの子、オニカサゴを紹介するぜ。オニカサゴ、またえらくごつい見た目の魚が出てきたわねー。こいつ、カサゴってつくからには以前紹介されたミノカサゴの仲間？ああ、この子はスズキ目草カサゴ科の海水魚で、ミノカサゴの仲間と言える子だな。ミノカサゴはこちらだな。見た目の優雅さとは裏腹に背びれ、腹びれ、尾びれと全身のヒレに毒針を隠し持っていることで有名だぜ。そうそう、ミノカサゴはこんな見た目だったわよね。確かに顔つきは似てるかしら。ミノカサゴの仲間ってことはあれね、オニカサゴも毒針を持つとかなのかしら？ふふ、その通りだ。仲間と言えるだけあって、やはりこの子もミノカサゴ同様にヒレに毒針を持つんだぜ。ああ、やっぱりか。見るからに背びれとか尖ってて危なそうだし、相手を威嚇してる感じも似てるわよねー。この子の場合は背びれに胸びれ、またエラ周りなどに毒針を持つ。毒性の強さもミノカサゴに匹敵すると言われ、刺されると強烈な痛みや腫れが長期間続くことになるぜ。こんな魚が釣れたら下手に手も出せないだろうし厄介でしょうね。この子の場合も大きく暴れるので、網から外すときや針を外すときは注意が必要だぜ。取り扱うのであれば、厚手の手袋を装着して丈夫なヒレなどをペンチなどで掴んで動かないようにすることが基本だ。だとしても危ないでしょうし、網にかかったとかならなんとか触らないように海に戻した方が良さそうよね。そうだな、特に目的もないのであればよくよく干渉してから逃してあげるのが一番ではあるぜ。だが、もし適当に釣りをしていてこの子が釣れたのだとしたら、逃してしまうのはもったいないかもしれないな。というと、この子は非常に希少な子で、大きめな個体で40から50センチメートルほどなんだが、その場合は市場価格で1匹1万円を超えたりするんだぜ。1匹1万円、そりゃ庶民にはなかなか手が出せない子ね。もしかして、その値段に見合うほど美味しいとか？高級魚とされるだけあって刺身や寿司のネタにして食すと非常に美味と評判だぜ。なるほど。だとすると、逃してしまうのも惜しいわね。食欲に釣られてしまったとしても、決してこの子が危険であることは忘れないようにな。では次に行くぜ。お次はこの子、ホホジロザメを紹介するぜ。この子はネズミザメかホホジロザメ属に分類されるサメの一種だ。本種のみでホホジロザメ属を形成するぜ。うわ、サメか。間違いなく身近にいる危険な海の生物の代表よねー。この子は亜熱帯から亜寒帯まで、世界中の海に広く分布。アメリカや南アフリカ共和国、オーストラリア周辺海域、地中海などで多く見られ、日本近海にも分布しているぜ。平均的なホホジロザメの全長は4から5メートル。最大全長と体重に関しては諸説あり、一致した見解がないとされる。現在広く用いられている最大全長は6から 6.4 メートルだ。推定値ながら、台湾沖やオーストラリア沖などで、全長7メートル以上と推定される個体が見つかったこともあるんだぜ。7メートル以上？ちょっといくらなんでもデカすぎでしょ。こんなのが世界中の海にいるのね。なんというかそれだけで怖くなってくるわ。世界中にいるし、ホホジロザメがたくさん集まっている海域なんてものもあるぜ。なんて恐ろしい海域。それだけどこにでもいるっていうなら、やっぱり海で実際に出会うことも多いのかしら？うんにゃ、目撃数自体は正直多くはないんだ。
基本的に年に数回、多くても十数回といったところだ。あら、全然ね。出会うことは少ないが、実はかなり近くにいるなんてことは多いらしい。へ？この子は主に沿岸域の表層付近を、沖合から海岸線付近まで泳いでいるんだ。海面に近いところを泳ぐことが多いからか、ドローンでサーファーたちのすぐ横にいる姿が何度も捉えられているという話だぜ。ひえ。知らず知らずに近くにいるとか怖すぎる。でもそんな状態でよく襲われないわね。この子は頭がいいからな、余計な狩りを行うようなことはないんだ。また頭がいいため、獲物を捕獲するときは過去の失敗を生かすと言われている。他にも、獲物を仲間内で分けるといった社会的な行動も確認されているんだぜ。へえ、仲間で分け合う。本当に頭は良さそうね。なおのこと怖くなるんですが。イルカ、アザラシ、カメなどを好み、魚類や海鳥も食べ、雑食性なので人間も食べるぜ。ゆえにこの子は英語で人食いザメという名前で呼ばれることもあるんだ。人食いザメという名前、直球すぎー。さらに補足すると、この子は頭が良く、なかなかに残忍な狩りの仕方でも有名だ。一撃で仕留めるのではなく、重傷を負わせて弱らせるか、失血死するのを待ってから獲物を確実に捕らえるという狩りの仕方をするんだぜ。こういった特性から、この子は白い死神と呼ばれるようになったと言われているぜ。人食いの次は白い死神とか、こんなのに襲われたんじゃ絶対に助からないわね。あ、でも、出会うこともほぼないし、むやみに襲ってくるわけではないのよね。ただ、サメの中では最も危険ではあるぜ。何せ、この子は人間を襲うことが一番多いサメとして知られているくらいだからな。人間を襲うことが最も多いサメ。やっぱり危険じゃないの。ああ、その通り、非常に危険であることに違いはない。もし海でこの子を見かけても、絶対に近づかないようにしないといけないぜ。心に刻んでおくわ。では次に行くぜ。お次はこの子、イタチザメを紹介するぜ。この子はメジロザメ目イタチザメ科に属するサメの一種。本種のみでイタチザメ科イタチザメ属を形成するぜ。地中海など一部の地域を除き、世界中の温帯、熱帯海域に分布するとされる。日本では南は八重山諸島から、北は八丈島や相模湾まで報告があるようだ。そして近年、青森県や秋田県でも確認されるようになったらしいな。またサメか。でも、イタチザメってのは聞いたこともないわね。なんというかこれまたサメらしいサメって感じの見た目じゃないの。正直ホホジロザメと同じようにしか見えない。うむ、残念ながらこの子はホホジロザメほどの知名度はないだろうな。だが、この子は姿だけじゃなく、危険さや凶暴さもホホジロザメに似ているんだぜ。いやいやいや、そこは見なくていいでしょ。こいつもそんなに危険なの？むしろ危険さだけで言えばホホジロザメを超えるとも言える。襲われた場合の死亡率は、ホホジロザメが 16% ほどだというのに、この子は 26% を超えると言われているんだ。ひえ。つまり、襲われた人の4人に1人は死んじゃうってことじゃないの？もしかしてホホジロザメよりも大きいのかしら？大きさはメスが 2.5 から 3.5 メートル、オスが 2.3 から 2.9 メートルで、最大で 7.5 メートルの個体が記録されているぜ。7.5 メートル。平均サイズはそこまでじゃないのに、最大はホホジロザメ以上なのね。文献によっては平均3から4メートル、もしくは4から6メートルとする記述も見当たるな。かなり地域差などがあるタイプなのかもしれない。さておき、この子は沿岸域の視界が悪い濁った場所を好むぜ。川の河口や港、サンゴ礁、島の周囲もその生活場所に含まれるんだ。このように沿岸性が強いが、海洋の様々な環境に適応していて沖合や外洋まで出ることも多いとされるぜ。外洋とかにもいるって言ったって、主に沿岸、つまり海辺に近いところにいるってことよね。そういう生息域が関係して、人間を襲うことが多いのかしら。ああ、そう考えられるだろうな。実際、この子に襲われて命を落とす人は世界中にいるぜ。特に公海では毎年のように被害が発生しているんだ。うわぁ、むちゃくちゃヤバいサメじゃないの。戦術の通り、生息地も拡大していて、日本近海での目撃情報も増えている。見かけても決して近づいたりしちゃダメだぜ。言われんでも絶対近づかないけどね。では次に行くぜ。お次はこの子、青ブダイを紹介するぜ。おーおー、何この色、青すぎでしょ。また見た目からしておかしな魚ねえ。これ、熱帯魚？いや、このサイズは熱帯魚っぽい感じじゃないけど。この子はスズキ目ベラー目ブダイ科の魚であり、名の通り青みの強い体色が特徴とされる子なんだ。東京湾、朝鮮半島以南からフィリピンまでの西太平洋に分布し、浅い海の岩礁やサンゴ礁に生息。南洋ブダイやカンムリブダイなど、しかし一種の子が熱帯のサンゴ礁に生息するのに対し、この子は温帯域にもいるほど適応力が高いぜ。東京湾にもいるって、なんか信じられないわね。色だけだと海外の熱帯魚っぽいのに。大型魚って言ってたけど、どれくらいなの？他の魚と比較してめっちゃ大きそうだけど。
体長は最大90センチメートルほどになるぜ。体はでかく、体の各所に赤褐色、白、黒などの斑点が出る子もいるぜ。全体的に青みが強い子が多いが、そうじゃない子も実はいるんだ。このように体色がほとんど青じゃない子もいて、かなり個体差の激しい種となっているぜ。へぇ、端っこは青いけど、他は完全に普通の魚って感じね。他、口もこの子の特徴の一つとされるな。歯は上下それぞれが融合して、鳥のくちばしのような形状をしているんだ。これは他の青ブダイ赤の魚にも共通する特徴で、人間の指を噛み切るくらいの顎の力もあるので注意が必要だぜ。ひえー、マジ魚に指を噛みちぎられるとかこっは食性は雑食性で、藻類、甲殻類、貝類などいろいろなものを食べるため、いたずらに手を出そうものなら噛みつかれるぜ。余談だが、強靭な歯と顎でサンゴの骨格をかじるとされてきたが、これはサンゴではなく、サンゴの枝についた藻類を食べるための行動と考えられるようになったらしいな。何にせよ、人の指でも噛みちぎるとか恐ろしい話ね。にわかには信じられないけど、このサイズならあり得るのか。こりゃあ確かに危険な魚みたいね。もし海で出会ったり連れてしまったら、とにかく口には気をつけないといけなさそう。おっと霊夢、気をつけるべきはそれだけじゃないぜ。この子は時折、釣りや網などで漁獲されるし、食用になるんだが、食中毒による死亡例もあり注意が必要なんだ。食中毒ってことは毒を持ってると？ああ、実際に日本では1953年以降、青ブダイによる食中毒での死亡例が5件はあるんだぜ。この子は砂銀着を捕食するためパリトキシンという強力な毒成分を蓄えており、内臓を食べてはいけないとされているんだ。また、フグ毒で知られるテトロドトキシンが内臓から検出された事例もあるようだぜ。つまり複数の毒を持つってことか。ではなく、食べたものによる違いだな。この子の毒は生まれつきのものではない。食べたものの毒性などを取り込んで蓄積してできたものなんだ。いわゆる生物濃縮というやつだな。なので、それぞれの個体が食べてきたものによって、持っている毒性が違うわけだ。へぇ、食べてきたものによって違う毒を持つと、こりゃまたトリビアだわ。実は生物濃縮で毒を持つのはこの子だけではなく、クサフグなどのフグも同様だったりするんだぜ。それは今や有名な話よね。こいつみたいに個体によって溜め込まれる毒が変わるのは初めて聞いたけど。とにかく、この子は毒を持っている個体もいるので、食べる場合は注意が必要だ。内臓は危険なので、食べちゃいけないぜ。ちなみにこの子は白身魚であり、刺身でいただくと歯ごたえがあり食べ応えのある美味しい味らしいぜ。美味しいのか？とは言っても、わざわざ毒があるかもしれないやつを食べようとは。毒があっても食べようと努力する人はいっぱいいるんでしょうね。では次に行くぜ。お次はこの子、つむぎハゼを紹介するぜ。この子はスズキ目ハゼ科に分類される魚の一種であり、インド、インドネシア、日本など、熱帯の海域に広く分布する子であり、定性魚として知られているんだ。地味。圧倒的に地味。青ブダイとか見た後だからかむっちゃ地味に見えるわね。この子はオスでも15センチメートルほどと小ぶりなサイズの魚だ。砂や泥の中に潜んで、砂の中にいるカニや貝などの小さな生物を食べて暮らしているぜ。警戒心は弱く、釣りで捕らえることも可能。しかも、なんと手づかみで捕らえることが可能なほどに動きは鈍く遅いという。どうやらかなりのんびりとした性格の子が多いようだな。へぇ、聞けば聞くほど印象が。むしろ普通の魚よりも安全な魚にしか思えないわね。だからこそだ。人畜無害にしか見えないからこそ、この子はより危険となっているんだぜ。実はこの子は毒を持つ。しかもその毒はクサフグと同様、テトロドトキシンなんだ。え、この子もそんな有名な猛毒を持つの？そうなんだぜ。しかもクサフグよりも微妙に厄介だ。この子はクサフグなどとは違い、ほぼ全身に毒が含まれる。筋肉、精巣、そして皮にも毒が含まれているという。特に皮は毒が濃いという話もあるぜ。筋肉や皮にもって、どうさばいても食べられなさそうね。ああ、この子は食用にはできないとされているぜ。だというのに、この子は見た目が似たような魚も多く、5人によって食中毒事件がたびたび発生しているんだ。2013年、中国にてトビハゼと誤認して売られていたこの子を食べて22人が食中毒にあったという。他にもベトナムではマハゼと誤認した食中毒も発生していて、後を絶たないというぜ。そんなに似てる魚がいるの？例えば、この子はマハゼだ。ヒレが違うくらいでほぼ同じね。ヒレの違いと、斑点が違うくらいだな。並べて比べないと素人には見分けがつかないはずだぜ。とまあ、食用の似た種類の魚も多いため、この子はより危険となってしまっているんだ。この子っぽい魚を釣ってしまっても、決して食べちゃいけないぜ。頭によぎって、もしかしたらこの子かも、と少しでも思える見た目なのであれば、リリースしてあげた方が無難だろうな。フグだったら即わかるし、問答無用でリリースできるけど、この子の場合は見た目からじゃ危険性がわからないだろうし、より危ないわねー。
釣りをする人は覚えておいた方が良さそうね、こや。では次が最後だな。最後はこの子、鬼だるまおこぜを紹介するぜ。はい、何これ、何もいないように見えるけど。景色に溶け込んでいてわかりにくいが、ちゃんとそこにいるぜ。溶け込んでいない写真はこちらだな。おう、確かに溶け込んではいないけど、それでもなんかわかりにくい魚ね。全身が岩っぽい色合いで、凹凸もヒレも具体的にどうなってるのか微妙に判別しにくいわ。ただ、ごつい顔してるのだけはわかるわ。この子はカサゴ目フサカサゴ科の海水魚で、日本近海では小笠原諸島、奄美大島、沖縄周辺に分布している子だ。見た通り、この子は擬態の達人であり、岩や砂のような色合いにボコボコとした凹凸の体が特徴だ。擬態する生物特有の習性として普段からこの子はじっとしていることが多い。それゆえにダイバーなどがこの子の存在に気づかず、誤って踏みつけてしまって大事故になることがしばしばあるんだ。大事故？踏みつぶすことか？あ、まさかこいつも毒針を？その通り、この子も背びれに毒を有しているんだ。この子の毒は非常に強力でな、毒性の強さをわかりやすく表せば、毒蛇として有名なハブの毒の約50から80倍なんだぜ。ひえー？超ヤバいじゃないの。ハブってめちゃくちゃ強い毒を持ってたはずよね。その50から80倍ってめっちゃ危険じゃない？ああ、非常に危険だ。呼吸困難や痙攣を起こして、刺された人を死に至らしめることすらある。実際にこの子に刺されてしまったダイビングのインストラクターの男性が、アナフィラキシーショックにより心停止して亡くなったという記録もあるぜ。そこまでか。擬態して見つけづらいっていうのに、そんなヤバい毒を持ってるとか厄介極まりないでしょ。水中ではなおさらわかりにくいため、踏みつけてしまうケースが後を絶たない。刺されて痛みから泳げなくなって溺れるケースもあるため、非常に注意が必要だぜ。もし、ダイビングの機会があるなら、岩場とかでは足をつけたりしないようにしないとね。いやほんと、どいつも危険だこと。フグみたいに食べなきゃ大丈夫な子が一番マシに見えてくるわね。以上、今日はここまで。長時間のご視聴、ありがとうございました。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価をお願いいたします。ご視聴、ありがとうございました。